社会人になり約1ヶ月。東京や配属先での研修の中野崎は、同期とめちゃくちゃ楽しんでいた。初めての野球観戦、同期との飲み会、いろいろな経験を経て、ちょっと思った。誰かと繋がるっていいことなんだと。そして、昔からの友達の大切さを。うわ、久々だ。やっぱりゲームよな。おーい。あ、その声は。あれ、野崎は？あ、久しぶり。いきなり突き飛ばさないでもらえるかな？ま、ええか。じゃ、始めるか。うん。始まっていきなりなんだけど倍速で。いつものパターンだね。ところで社会人になってるけど。まだ研修中だからあれなんだけど、今はそれなりに充実しているのかな。よかったぜ。ま、やらかしたこともあるんだけどね。気になるな。いつかその話をできたらいいなと考えてるよ。どんなやらかしか楽しみだな。お酒だよお酒。あ、さて、まずはアップやね。あ、これはいつも始める前にやってるやつです。髪のエイムが合わないとかを確認するためにやってました。だそれだけ。これって実際の試合に役立つの？いや全然役に立たないよ。役に立たないの？まあ実際の敵は動いてるからね。さて、髪タイム。結構倒せてるな。調子悪いとき90ダメしか出ないから。なるほどね。ふんへ、何やってるの？かわいいやろ。確かに。じゃ、試合やっていきますか。頑張ろうね。ゆっくりのザキチャンネル。ということで今回は、ゴンスイ地区のガキエリアやっていきます。もちづきはもちろん。シャープマーカーでしょ。スタート。あれ？もしかしてちょっと急いでる？茶番に時間かけすぎた。寝たいよ。ま、一旦それは置いておいて、ステージの紹介、いらないだろうけどやります。いらなくはないと思うんだけど。ま、このステージは人数有利を取ったら、前に出てた課題を抑えるとカウントが結構進むから、積極的に敵を倒していきたい。あとこの先生だとエリア濡れるの僕だけなので、しっかり塗っていきたい。やること多いね。シャープマーカーのお仕事ですから。まあ確かに、というか、解説良くない？それは思った。福田甲子園で暴れ回ってた武士たちが、目が前が違うぜ。でも、言い訳にはできないよな。あ、いいね。敵目が当たったり倒したいね。初期ワンダー倒してほしい。あざがなす味方。この相手がミンチ持ちだからすぐに、着しちゃうね。こればかりは2対2円って倒してもらうしかないな。あと神を使うタイミング気をつけていかないとな。確かに初期ワンダーとウルシャは神目ただもんね。できればウルシャ撃退化してほしかった。あ、いい感じに前に出れてるね。あとは円柱を倒せたら。やべ、エイム合わねえ。しかもドリンク使われちゃったね。エリアは味方に任せて鉛筆を倒します。クリーンだごめんね。あ、敵も嬉しみ出てない。味方がしっかりエリアを守ってくれてたから、ある程度カウント進めたね。まあそうやけど、ここからよな。とりあえず神使って圧かけていくか。そこからの神業無双じゃない？あ、確かに。相変わらず考えて使ってるのかそうじゃないのか。あ、あのビームドリンク飲んでないな。一人持っていけたからいいか。そろそろエリア取り返したいね。ここは降りてエリア塗っていきます。というか鉛筆の圧やばい。ユニさんが倒してくれたら楽なんだろうけど、他の人たちがちゃんとユニを邪魔してるんだろうな。だからユニがしっかり動けるように敵を倒していきたいな。でも今のエリでちゃんと袋叩きに合うね。そこなんだよな。1分ぐらい無敵になれるスペシャルあったっけ？そんなのあったら壊れちゃうよ。あ、まずい。ダッシュでユニを守りに行くぞ。というか下がる下がります。しっかり立て直していかないと、このまま相手の流れになっちゃうね。本当に守れんかった。ここからどう立ち回っていくの？とりあえず鉛筆なんとかしたいから、髪を貯めて倒していきたい。どのドリンクですぐ復活しちゃうよ。ちょっとは手加減しろよ相手。勝負の世界にそんなの存在しないよ。ま、そうやな。なんとかできる武器がシャープマーカー。僕はそう思ってる。でもこのジムはなんとかしてください。当たりません。ここに来て2週間はブランクが出てきたね。今の活動はブランク関係ないと思うけどね。でも肝心なところでエイム合ってないのはわかる。やっぱり毎日やらないと下手になるよな。そういえば編集できる時間ってこれからあるの？社会人になって会社のこと少しは分かったと思うけど。なんか急やね。ま、少し話しますか。僕が入った会社はそこそこ休みが多くて、土日休みだから編集の時間は取れるね。意外とホワイト？あんまり言い過ぎると特定されそうだからなんとも言えない。でも就職した業界の中ではかなりいい方かな。残業も20時間程度らしいし、ま、まだ研修中だからはっきりとは言えないんだけどね。なるほどね。じゃ、やりたいことしっかりできそうだね。できたらいいなと思ってる。他の説明を全員元に戻ったね。今も上手くね。この高台から降りちゃったらダメだよ。やっぱそうよな。というかエリア塗ってくれ頼む。神感じの弱さが出てるね。よし、塗るぞ。味方も頼む。塗ってくれ。あ、長くない？もう無理かよ。でも塗らなきゃ勝てねえ。まあ所詮こんなもんよ。僕の実力はまだ初めて1戦目だよ。勝つ動画といえば勝ち試合でしょ。寝たいよ。とりあえず勝つまでやりますかね。次の試合。めっちゃ見たいね。あっさり勝てた。
ああ、勝ててよかった。なんかすごい倒し方してたね。ま、たまたまやで。あ、それはそうと、お帰りのガキ。ただいま。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。今後は投稿ペースがかなり遅くなるらしいですが、生温かく見守ってください。それでは、じゃあの。